おねだり雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。漢字テストの模範解答を、添削したこと、あ、そうですね、すごいですね、はい、全然わかんないですね、私、そんな漢字のテストの模範解答添削、うん、学校でやったんでしょうかね、漢字検定ではないでしょうかね、全然わかんないです、はい、これ見たことないですかね、皆さん、これ何なんですか、壁穴宝谷っていうダニ、はい、これダニなんですか、はい、気持ち悪いめっちゃ気持ち悪い、これめちゃくちゃ出るんです、この時期、どこに出るんですか、そこら中に、まあその季節が到来しましたよっていうお知らせですね、はい、家の中にですか、はい、家の中、家の中に出ないです、はい、でどこに出るんですか、基本コンクリートとかアスファルトなどの、まあ、結構ザラザラした場所、はいはい、乾いた場所なんですけど、はい、そこによく見ると、はい、ほんと1ミリ弱ぐらいの1ミリ弱で、はい、1ミリかもわかんないですけど、うん、めっちゃちっちゃいんですね、そうそう、爪の先ぐらいの、はい、本当にちっちゃいダニ、はい、赤いんですよ、めちゃめちゃ気持ち悪い、バイクカバーについたりする、うんうんうん、どえらい数出るんですよ、この時期、何のために、普通に生活してるだけです、こいつら、ああそうですか、うん、結構この今日なんか多分そうなんですけど、はいはい、暑いくらいの日ですかね、はいはい、にそのあちこち歩き回って、はい、大量発生してるんですか、はい、で飛んできたその食べるの花粉とか、はい、あと虫の死骸とかなんですから、うわ、気持ち悪い、はい、マジそこら中にうじゃうじゃいます、うちにいるよりは、知ってるんですかこの赤いタグ、多分見たことあるじゃないですか、だから、あの大学の壁とかめちゃくちゃいましたよ、もう全然見てへんかったそんな見えないぐらいなんです、本当に立って歩いてるぐらいだったら全然見えないですよ、はい、だからあの地べたに座ったりすると気づいたらもうその自分の周りが何だらけっていう時があるんですよ、え、ほなそれ地べたに座ったりとかしてる大学生は知ってるんですか、知ってると思います、でびっくりすると思います、あいにく地べたに座らない大学生だったんでね、そうでしょうけど、でも普通にベンチの上にもいますし、そうですか、ちょっと、うん、ねえ、本当にそこら中にいるんですが、この壁穴宝台ですね、はい、日本では北海道から沖縄まで全域に分布してると、はい、で関東地方では、はいはいはい、まあ、関西も似たようなもんなんですが、はい、4月下旬から、はい、6月にかけて、はいはい、主にそういうビルとか、はい、道路もそうなんですが、もう至る所のその、はい、に出ると、住宅のベランダとかもそうなんですが、それを一度にかき集めたらね、どれぐらいの量になるんですかね、いやもう山盛りになると思うんですけど、ちょっとかき集めてみたらですけどね、人間の影響は半泣き、いっぱいいるけど人には危害はないそうなんですよ、潰したら赤い色が出にくそうなんですね、うん、あ、じゃあ赤い色素ってのね、あ、虫いますね、こっちにいる、そうそうそう、あれはサボテンの虫ですね、うん、みたいなやつに使えるじゃないですか、うん、いやー使え、あのね、まあ、ちょっとまたそれは説明しますが、はいはい、ね、まあ、基本的にさっき言ったように、うんうん、ザラザラしたところ、はい、要するに花粉とかが落ちて、まあ、溜まりやすいところに、はい、まあ、よくいると、そこに集まっていくんですか、うん、なのでもうアスファルトなんて そこら中なんで、じゃあそこに車がギュンって通っていったらもういっぱい死ぬわけですか、そうですね、それもまあ食べ物になりますが、こいつは、はいはい、で、梅雨が終わると、はい、大体産卵を終えて、産卵、はい、死んじゃうと、うん、で8月にはもういないと、うん、ただこの時期なんです本当に、でこの時期に産卵したやつがまた来年もいるんですか、そうですそうです、え、そんな長いこと産卵、卵そこにずっといるの、そうですね、まあどこで産むのか、はいはい、土の中で産むのかもわかりませんが、はい、うん、ほんでまたぐずぐずで、ね、この時期、来年この時期に出てくるんですか、そういうことです、階段手すり、サッシ、玄関ドアなど日当たりのいいところ、そうなんですよ、はい、紙やすり、タイルのある場合の家、家の中に入ってこないですね、で、あ、紙ダニとは違うわけですね、違います、違います、で、一応なんですが、はい、これ不思議なダニで、はいはい、現在までメスしか確認されてないと、もう女だけ、はい、オスの存在が今のところ一切確認されたことがないので、はい、ひょっとするとってことですが、はい、クローンのような、はい、生態系を持って、はい、生殖しているっていうふうに
女同士でってわけじゃなくて、無性生殖みたいな感じで卵を産んで、ポンポン生まれてくるんですかね、うん、はい、みたいですね、鶏みたいに、うん、はい、で害なんですが、はいはい、一応その哺乳類に対しては接触対象にならないので、はい、要するに吸血したりとかはないので、はいはいはい、人を刺したりすることはないんですが、はいはい、潰したりすると、はい、汁がつくと、そう今おっしゃってた、はい、赤い汁と、そうそう、これがずっとついたままだと、はい、星が できたりすると、あ、そうなんですね、うん、ちょっと痒くなる、かぶれるみたいな感じだと思います、はいはいはい、雌雄同体かな、ミミズが雌雄同体、そうですね、カタツムリもそうですが、オスが不要な生態に実在した、まあそうですね、カエルとかもそうに言いますから、ね、はい、ワンコと散歩中に日向が来たと、はい、うん、コンクリの地面に座っていたら数え切れないくらい、そう、びっくりするんですよ、気持ち悪い、ただ日陰とかには入ってこないんですよ、はいはい、座った場所の下には入ってこないので、はい、人には近づいてこないですけど、ただ気持ち悪いです。で、まあ先ほどから言ってますが、基本には無害なんですが、はい、日当たりのいいところに干しといた洗濯物とか、うん、そういうところについてて、うん、まあ家に取り込んだ時に潰れちゃったりすると、はい、まあ洗濯物の赤い点がついたりすると、はい、で見た目がやっぱりね、小さくて大量にうごめいてるんで、はい、まあ見た目でだけですよね、不快害虫って一応されてます、みんな大量にいるんですか、はい、銀ブナみたいに定数が多すか、その可能性もありますね、定点が降るとかね、その時だけ不合のいい虫ですね、うん、で一応天敵は、はい、アブラムシ食ってるテントウムシとか、ああ、はい、テントウムシさんのご飯になってしまう、うん、あと生まれたばっかの小さいカマキリの餌になるそうで、はい、この時期カマキリ の幼虫がね、いっぱい卵から出てきて、来てますよ、その餌に、あ、それは私見ました、はい、なってるそうです、カマキリのね、まだなんかちっちゃい、うん、そうすごいちっちゃい、そうそう、生まれたばっかりだね、でもカマキリの形してるやつ、してるやつですね、あれのご飯になるんですね、うん、そうそうそう、グルホンで増えるって、はい、突然変異とかが生まれにくそう、そうですね、でしかもこんな、はい、ね、はい、命が短い虫なんで、はい、はい、まあ、どういう風に進化してきてこうなったのかわかりませんが、いや、なんかおもちゃみたいな感じの形ですね、そう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 、なんか一見これ偽物に見えるじゃないですか、そうですね、拡大したらこんな感じっていう風に、ほんとちっちゃい天然虫だ、綺麗ですけどね、色が鮮やかで、そうですね、はい、はい、それがそんな大量にいるんですね、そこら辺にしようだけで、多分その辺出て行ったら今日もいるかもしれない、そう、すごいカマキリの赤ちゃんか、そう、カマキリの赤ちゃんはほんまに可愛いですね、はい、うん、で、はい、このタカラガニっていう、まあ、名前の由来が、はい、その主にこうセミ、はい、幼虫の間にセミとかに寄生するらしいんです、はい、このダニがですか、はい、きっきりにその止まってるセミに、はい、くっついて、はい、で、セミに寄生して、はい、大きくなるとそこから離れていって、はい、っていう風にせ、要するに、生息範囲を広げてるみたいなんですけど、はいはい、で、セミが、はい、大量にこのダニを抱えてる個体がたまに見つかるんですよ、それがお宝に見えると、セミがお宝を抱えてる見えるので、宝ダニって名前がついてる、そうですか、ちょっとそれは、うん、気持ち悪いですね、そうですね、はい、大きさ的にはアブラムシの色違い、そうですね、あ、そんな感じ、アブラムシの本当にちっちゃいやつぐらいの大きさですね、アブラムシも相当気持ち悪いですよ、はい、たまにわー綺麗な花やなー言うてね、道端に咲いてるやつにどっさりね、そうそうそう、アブラムシがついてることありますね、ありますね、はい、真っ暗ですね、緑のやつと、うん、はい、はい、で、まあ不快害虫、はい、まあどうしてもちょっとこっからいなくなってほしいなっていう時が、はいはい、まああったとすれば、はい、まあ殺虫剤とかももちろん効きますし、はい、いいんですが、はい、いかんせん大量にいますのですぐ戻ってきます、あ、そうですか、なのでほとんど効果ないと思った方がいいですね、避けたいのであれば水まきですね、湿ったところが嫌いなのと、あと餌となる、はい、花粉とかそういうものをきれいに洗い流してしまうとそこには来なくなるってことですね、ああそうですか、はいはい、ちょっとぐるぐるなってますが大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですね、はいはいはい、使いましょう、そうですね、そう、すでに下船、まあ皆さんももし見つけたらね、はい、まあ無害ですが、はい、まあそんな目で見てあげてくださいってことですね、まあまあね、
気持ち悪い、気持ち悪い言うとか、ね、人はしたりしません。そうですね、はい、子供の頃にこれにいた黒い、小さな虫がよく水溜りをしてたんだけど、何だったんだろう、まあ、ダニかアブラムシ。アブラムシも、あれ成長すると飛んでくじゃないですか、羽生えて。嘘、はあ、飛ぶんですよ。あ、そうなんですか、はあ、どっから来るんですかってなるじゃないですか、はあ、あれ基本羽生えて飛びます。飛ぶんですか、アブラムシって。飛びます、飛びます。飛びます、飛びます。あ、そうですか。宝田に44歳し、息子に帰省してますけど。まあまあ、ね。まあ何かの役に立ってるんでしょうか。餌にはなってるんです、ね、はい。だからまあいい、いいって言ったらいいんですけど。そうですね。ただ、あとは、その、はい、ハエトリグモなんかが、小さい時に、やっぱりこれ混食してるってことですね。はいはい、ああ、ちっちゃい、ちっちゃい時にあの、かわいい、ハエトリグモの。そう。で、大体多分ね、この、はい、タカラガニがいなくなる頃に、割と大きくなって、はい、夏の家に入ってきてね、はい、ハエとか蚊を食べてくれるっていう。ああ、なるほどね。うん、一応カブトムシの仲間ですから、アブラムシ、そうですね。そうですね。大きくなると羽があるってことですね。カブトムシの仲間か。今、関西カブトムシめちゃくちゃまた増えてますから。やばいですよ。やばいですよ。もうちょっとでも刺激したらね。本当に。でね、何かしらもう、のものを出してきますから。はい、ということですね。はい。もし見つけたら。ちょっとじっと見てみたいと思います。見てみてもいいかもしれないですね。はい、以上です。はい、ニュースに行きます。はい、お願いします。見たことはないですか、先生。多分ね、あ、見てるんですかね。そこら中で見てますよ、僕は。本当にうちにもいますから。そこら中、あのね、エアコンの室外機にすごいいますね。歩いてんの。はい、室外機の上を一生懸命歩いてますね。にしてんの、そんなとこ歩いて。餌食ってさ。そうです。窓を開けていたら、ブンブンうるさい。夜中ブンブンうるさい。あ、カメムシね。はい。はい、ました。カメムシナース。コナース。コナース。どんなが売ってるんですか、カメムシコナースっていうのが。なんかブンバ。そんなにカメムシ、ね。飛んでるとこには飛んでるんですね、やっぱりね。夜やっぱひどいですね。そうですね。はい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 。ご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあれば、お気軽にコメント欄へお書きください。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。